かつて私はこう言った。希望はある、希望はある。なぜなら我らがいる。我らの名は、あれ、何も言わないんかい。待ったぞ、心配させないでくれ。おお、動ける。しかも視線は変えらんない。まだついたばかりか。まあいい、時間には間に合った。なんかついたばかりかって、なんです。行こう。ああ行こう。走れねえのこれあ、はい、そういうことですね。チュートリアルですね、おそらく。確かその、前作っていうか、の3年後って話なんですけどね。この主人公は、その前作の、最後、的な母艦の中にとどめを刺した英雄ではあるんですかね、もしかして。それとも他のただの新兵の一兵卒。なんか全然俺だけ格好違うね。ここだ、来てくれ。なんか他のやつらさ、なんか、おい、向こうで呼んでるぞ。あ、いや、はい、分かってるけどさ、俺だけなんかさ、アーマー未来世紀すぎないですか。今までの地球防衛軍らしい近代的なアーマーなのに、あなたたち普通の迷彩服だけど生きて会えたな。どれだけホッとしたか分かるか。あんたは一体誰なんだ。ずっと最前線か。よく無事でいたな。しかもついに成し遂げた。お？コマンドシップを落とし世界を救った。あ、やっぱり長い戦いだったな。すまないな、俺は前回までの記憶がないんだ私の作った武器は役に立ったか。あ、役に立ったと思うぞ。話すことがたくさんある。何から。そうだな。だがそれも、大尉が来た。後で話そう。まだ時間はある。集合しろ。クズども。並べ。さあ、よし、さあ。俺ここかい。よし。ちょっとずれてる。ちょっとずれてる。いいのか俺これ。俺ずれてる。ちょっとだけずれてる。この基地は今深刻な問題を抱えている。それは人手不足だ。兵士が足りず任務に影響が出ている。そこでいくつかの基地に要請した。深刻か、確かに。精鋭を送れとな。しかしおかしい。送られてきたのは貴様らだ。精鋭には見えん前作の主人公だったら精鋭だろう、こいつ。俺のこのキャラは。貴様、昨日までの仕事を言ってみろ。給与員です。さあ、つまりコックだ確かに。貴様は何をしていた。技術研究部です。さあ、科学者だ。お前は。入隊は5日前です。それ以前はトラックの運転手を。もういい。つまり貴様らは精鋭どころか5日前の新兵送ってくるとかやばすぎるだろ。銃を撃ったことも撃たれたこともなく、戦うどころか身を守ることすらできない役立たずの臆病者。それが貴様らだ随分と
まあだが贅沢を言っても始まらない。猫の手も借りたい。使えないなら使えるようにするしかない。訓練すれば少しはマシになるだろう。なるほど。これから貴様らを鍛え直す。徹底的にだ。分かったか。さあ、イエスさあ、イエスさあ。侵略者は去った。 EDF が地球を、そして人類を救った。それがどういうことか分かるか。我々が必要だということだ。ん？どういうことだ？誰もが望んでいる命を脅かされることのない平穏な日々よ。それは我々にかかっている。我々は命を背負っている。戦うべき大将はいないんじゃないのかな。責任は重い。普通そうなったら地獄を見る覚悟が必要だ。分かったか。さあ、さあ、さあ。3年前文明は崩壊寸前だった。復興する世界で我々が治安を守る。あ、そういうことね。その使命を心に刻め。さあ、イエスさあ。治安維持が今の仕事なんだ。町を守り、人々を守る覚悟はいいか。さあ、イエスさあ。覚悟はいいか。さあ、イエスさあ。覚悟はいいか。さあ、イエスさあ。わかった。始めるぞ。もうわかった。いきなり武装してるし。銃の撃ち方を教えてやる。貴様らのようなクズでも引き金くらいは引けるはずだ。ついてこい。駆け足。あ、もう駆け足ができるようになった。ゴーゴーゴー。ちょっと感度低いかな。ちょっと後で調節したいかも。これちょっと感度低い。もっと高くていい感度。俺ここね。お前からだ。前に出ろ。さあ、イエスさん。て、俺だけ特殊兵装すぎない？やっぱりここはレンジャーだったか。最後はお前だ。来い。さあ、イエスさあ。あ、リムペットガンなんね。あ、え、起爆は？起爆ってどうやったっけ？ L1 で起爆。全然壊れねえ。爆発というか威力低めで、結構ちゃんとくっつかない。そして後ろすげえ爆発してる。まあまあだ。R1 で武器切り替え。9大剣だ。今日はここまでにする。若干後ろなんだよな。多少はマシになったな。貴様たちは兵士となる。人類の守護者。なんかすげえでかいとこだな。すげえ。だが、この仕事には義務と責任が伴う。覚えておけ。さあ、イエスさあ、イエスさあ、なんか来てるぞ。不法侵入者です。ゴロツキどもめ。仕事だ。準備しろ。
不法侵入者の取り締まりに行く。心配するな。簡単な任務だ。本当なんだろうな。本当に簡単な任務なんだろうな。あ、で、これが入るね。なるほど。なるほど、なるほど。ということで、EDF に入隊、入隊し、基礎訓練を受けるところで、何やら不穏な、不法侵入者がやってきてるようなね。不法侵入者って、人間同士で争ってんのか。いや、なわけないよな。でも、あれは帰ったんだろ、その、なんだろう、地球外生命体は帰ったはずなんだって話なのに、どういう状態になってるのかよくわかんないんですけど、まあ、取り締まりに行くということで、ちょっと頑張っていきたいと思います。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。See you!